ハムカム,カムエブリバディは2021年度後期放送の NHK 連続テレビ小説第105作として11月1日から放送予定の日本のテレビドラマ京都、岡山、大阪を舞台に昭和から令和の3つの時代をラジオ英語講座と共に生きた祖母、母、娘の3世代のヒロインの一世紀に及ぶ家族の物語をハートフルコメディとして描く 藤本明作。二千七年度後期放送の連続テレビ小説第七十七作、チリとテチンを手掛けた藤本明の脚本によるオリジナル作品である。福井県が舞台の同作の撮影当時に NHK 福井放送局にてディレクターを務め、藤本の執筆した台本を目にして、そのあまりの面白さに衝撃を受け、いつかきっと藤本さんと一緒にドラマを作ろうと夢見て、 いたという政策統括の堀之内玲二郎の指名により2度目の連続テレビ小説への起用となった題材となる nhk のラジオ英語講座は藤本がいつか2度目の連続テレビ小説を書かせていただく機会に恵まれたならきっと加工として温めていたもので1925年の 日本のラジオ放送開始と共に始まった英語講座の歴史を紐解くことはそれにまつわる100年の物語を見つけて紡ぎ上げることと同義であり自然な成り行きとして3世代のヒロインの物語という発想に至ったという作品名は1946年2月1日から1951年2月9日にかけて NHK ラジオ第1放送 NHK ラジオ第2放送で担当したカムカム英語として親しまれた語学番組英語会話の主題歌カムカムエブリバディから取られている主人公となる3人の登場人物を3人の女優がそれぞれ別のヒロインとして演じる作品は連続テレビ小説史上初であるまた一人目の主人公立花の安子は 岡山県出身で、岡山県が朝ドラの舞台になるのは、第56作、アグリ以来24年ぶり2度目である。3名のうち少なくとも1名は2020年、夏頃に開催予定の出演者オーディションを経て、決定することが広報され、同年12月24日に、上白石もね、深津絵里、河井里奈がリレーする形でヒロインを演じることが発表された。 上白石と川江は全3061人の応募者の中からオーディションで選ばれた。なお、オーディションで主演が決定したのは第98作、半分、青いの長野メイン以来3年ぶりとなった。撮影は京都東映渦マサ撮影所で2021年3月26日にスタート。2021年7月21日。 同年11月1日から放送をスタートすることが発表された。9月27日、主題歌が AI のアルデバランに決まったことが発表された。安子、ルイ、ひなた、3世代の女性たちが紡いでいく一世紀のファミリーストーリー。3人の傍らにはいつもラジオ英語講座があった。3人は昭和、平成、 例はそれぞれの時代の試練にぶち当たりながらも、恋に、仕事に、結婚に、自分らしい生き方を見出していく。1925年、日本でラジオ放送が始まった日、岡山市内の和菓子店で生まれた安子。ラジオ英語講座との出会いが未来を切り開いていくが、太平洋戦争など、様々な試練が安子に迷降りる。和菓子のあんこと、野球をテーマに、物語が進む。 物語はヒロインリレー方式で展開する。安子の娘、ルイの物語はジャズをテーマに昭和30年代の大阪から始まる。ルイの娘、ひなたの物語は時代劇をテーマに昭和40年代の京都から始まる。立花の家の人々記事マカの人々岡山の町の人々その他で会う人々、ありがとうございます。